2019年3月完了予定。飯能駅リニューアル工事がスタートです。飯能駅から近い宮沢湖を中心としたエリアに、ムーミンの世界や北欧のライフスタイルを体験できる施設メッツァが今年度開業します。早速調査に行ってきました。改札内、特に変化がありません。カエル文庫も健在です。レッドアロー乗り場も平常運転です。ホームは四季の移り変わりを感じるデザインに変更されるそうです。唯一改札外の天井がむき出しになっており、リニューアル工事が開始されたことを物語っていました。木材や鳥のオブジェが天井を飾るそうです。今回のレポートはここまでです。ありがとうございました。